はい、どうも、クリンです。今日はですね、みんなで公式練習をします。実はですね、2月の23日から24日高知の越知町で高知ファイティングドッグスとクーニンズが対戦をします。公式交流戦ということで、今日は木製で公式ボールを打っていきますけれども、初練習、今日初練習と。そうです、今日初練習、初練習です。なんでちょっとあの体をね、しっかりと動かしながらやりたいなと。でまずはですね、体幹トレーニングも兼ねてバッティングしたいなと思います。それが今日こちらを使います。入ってました、フィールドホースのバッティング用トランポリン。これ最近出たみたいなんですけども、乗っかって、まあ、トスをティーを打つことでバランスを取って打ち込むと。結構跳ねるよこれ。やっぱ下半身にすごい乗るね、体重が。こう手打ちができない感じなんで、下がこう跳ねるから。うわ、すげえブレる。めっちゃしんどい。はい、このトランポリン打ちなんですが、下半身がずっしり安定します。ただし一球打つ疲労感が半端ないです。一本立ちした時非常に疲れます。すごい下に来る。めっちゃ下です。下めっちゃきついよ。うわ、マジきつい。いやー、手抜きしちゃった。下が緩いだけでこんな違うやな。めっちゃきつい。どう？下半身めっちゃしんどくない？これやばいよな。これマジやばいっす。これ足でここら辺めっちゃプルプルします。これの10回っていうのは普通の T のレンティ30回40回とか3、40回ぐらい言ってるよね。しかもレンティじゃないから、なんか1回1回しっかり触れる割にすごい深くくるし、はい、フォーム固めになってるよね、これ絶対に。こう上げた時とかに安定しないから、うん、止めるのも大変じゃないですか、うん、だからそういうのも大変ですよね。めっちゃ有能だねこれ。初めてやったことですよ。天才があんなバテてるからさ。若林ですが、トランポリンから降りて普通に打ってみると下半身が突っ込まない感覚ができ、スイングが非常に安定するそうです。トランポリン、ぐらつくので前傾姿勢のキープが非常に重要になります。体重移動する時の前傾姿勢のキープには非常にいい練習となります。そしてトランポリンから降りた後は下半身が軽く楽に回転ができます。とにかくトランポリンの上でやりにくい状況で打つことで、普段の打撃がより簡単にやりやすく感じるので、フォーム固めや感覚の訓練にはとてもいいと思います。続いてマシン打撃。オリカサ、若林、なんで一人だけ金属やねん。打球速っ。
風に折り傘マシン打ちで折り傘が天才的な右肘の抜き方を見せます。ここからこんな風に抜けるんですね。いやもう一人ピンポン玉ですやん。クーニン折り傘そして木製を使い出した若林。クーニン折り傘木製を使い出した若林。クーニン折り傘また金属に戻ってるよ若林。いや打球エグいて早すぎ。はいということで今日の自主トレ終わり。さあ最後に告知です。2月24日高知ファイティングドッグスさんと交流戦を行います。ファイティングドッグスは現在ロッテで活躍する首位打者2回獲得した角中選手を育てた球団。四国アイランドリーグ独立球団の中でもトップクラスに人気の球団です。そんなファイティングドッグスさんと今回はオチチョウを巻き込んで交流戦。試合の前夜はオチチョウの雄大な自然に囲まれながらキャンプも行います。なんと寝床は大自然の中テント。楽しみだ。交流戦は2月24日10時半からプレイボール。オチチョウの総合運動場に来てください。無料のシャトルバスも出てます。仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。